はい、今日から魔王をやっていきたいと思います。なんだっけね、とりあえずホテルで、ここじゃない、ここがコンラッド、あ、グレタかな、ここはどうだろう、あ、コンラッド、よかった。温泉行かない、いいですね、行きましょう。やっと、あ、これやっぱあれだ、だから他の人とだったら他の人と温泉行けるよみたいな感じね。あれ、ごめん、温泉どこ、あ、こっちか、温泉。え、いいね、いいね。捻挫の具合はどうですか。うん、もうだいぶ良くなったよ。実はあの事件から3日間をヒルドヤードの歓楽郷で過ごし、もう3日経ってるんだ。朝から晩まで暇さえあれば湯に浸かった。最後にはあの際どいビキニパンツにも慣れて、トランクスに違和感を覚えるという危険な状態だ。でもね、トランクスあんま良くないと思うからね、そっちの方がいいかもしれない。こんなこと恥ずかしくて他人には言えない、うん、そうだコンラッド、せっかくだからコンラッドの背中流させてよ。え、いいんですか。行って行って、後で俺の方も頼むし。はい、背中向けて。ええか、坊ちゃん直々に背中を流してくださるなんて、俺は家宝物ですね。待って、これのさ、1枚あるの嬉しくない。てかそこのアヒルめっちゃ可愛いんだけど、ゆうちゃんのそのタオルは何なぜハート可愛い。この間も見たけど、体の傷やっぱ間近で見ると生々しいな。どうしよう、傷、これ筋肉でしょ多分。傷よりさ、こっちじゃない、弓矢の傷、違ったんだけど、弓矢の傷だった。貫通してるよ。コンラッドのことだから自分で引き抜いたんだろうな。傷に歴史ありだね。そんな言葉ないか。ああ、それはせっかく温泉に浸かるんだからと思って持ってきたんです。へえ、こんなのこっちの世界にもあるんだ。アヒルね、俺の宝物なんですよ。え、このアヒルが、あ、待って、なんかね、あったよねこの話ね、ちょっと待って、思い出せない。え、変なの。じゃあ次はユーリの背中を俺が流しますよ。え、それも一枚欲しい。そんなに甘くはなかった。今日は神魔国に戻る日だ。もう戻るのね、見れなかったよ。逆も欲しかったよなと思う。多分あれよね、海、海、ヒューブは今寝かせたまま船に乗せました。呼吸は安定していますが意識はまだ回復していません。昏睡状態です危ない危ない。神魔国に着いたらギーゼラに任せることにします。そっか、わかった、ギーゼラさんなら安心だね。支度ができたら船の方にいらしてください。ヒューブ、ユーリー、ヒューブは大丈夫？神魔国にはヒューブを恨んでる人がたくさんいるって、誰も自分を許してはくれないってヒューブ言ってたんだ。大丈夫だよグレタ、グレタはヒューブについていてあげて。ヒューブが起きたとき、グレタがそばにいたら喜ぶと思うんだ。うん、わかった。いいね、グレタも普通に喋れるようになったね。とにかくヒューブのしたことが何なのか、それを確かめよう。ちゃんとみんなに聞いて、みんなの口から。恨んでるとか許さないとか、そういう話はその後だ。そうよな、まだ何もだって、ゆうちゃんはまだ知らないもんね。お疲れ様でした。神魔国に着きましたよ、陛下。陛下って呼ぶなよ。やっぱ温泉もいいけど、島区は一番落ち着くね。ユーリー。大丈夫だよ、グレタ。ヒューブは血明城に連れて帰って手当てするから。それじゃ、血明城へ帰ろう。もう、僕がいることを忘れるのも、ウォルフはしょうがない。ちょっともう、置いていきましょう。陛下、血明城まで私とグエンダルがお守りさせて、あら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 。うん、ありがとう。
ギュンギュンの技を見るチャンスじゃない？ちょっと敵来なさい敵。なんか初めてのタイプの音楽だったよかかってるの。よし、このね、気をつけろ。いい加減にしてほしい体型の人を私は倒すよ。グエンは防御で、ギュンギュンでこれだね、風の雄たけび。ついてこられますか？待って、ギュンギュンどうした？ちょっと、そんなダメージ受ける？でもさ、おしゃれじゃない？ギュンギュンの技すごい。もう一個見ちゃおう。はい、終わらせます。あ、いいね、我々の勝利です。ギュンギュンちょっとレベル上げたいね。このゲームにさ、多分レベル上げの概念はないと思うからさ、だって上げなくてもね、多分進んでいくからね。あれなんだけど、ちょっとギュンギュンのボイス聞きたい。最初のなんか言う？気をつけろ。グエンが言っちゃった。普通に戦ってみよう。はい、まあでも確かにさ、ギュンギュンはさ、ちょっと防御力は低そうなイメージよね。なんかか弱いとまでは言わないけど、なんかね、我々の勝利です。勝利です。もうつくんじゃない？よいしょ。あ、よし、つきましたよ。やっぱヒューブイケメンよね。イケオジだよね。うん。ごめんニコラ、そんな姿で。いいの、こうしてまた会えただけで嬉しいの。よかったねニコラね。揺らさないように運んで。ギーゼラさん、陛下、頼むよ。ニコラとグリサのためにもお任せください。陛下、全力を尽くします。私も付き添えます。一緒にさせてください。そうだね、大丈夫。なんかもういろいろとね、やっぱり何かみんなピリピリしてるな。ヒューバーギーゼラさんに任せよう。彼女はすごいお医者さんだからさ。グレタ疲れてない？ずっとつきっきりだったろ？少し屋で寝る？ちょっとそうしようかな。いい？もちろん、無理すると体壊しちゃうからね。それでしたら陛下、私たちがお連れいたします。あ、それじゃ頼むよ。グレタいい子にしてるんだよ。でも何かグレタにできることがあったら言ってね。グレタ何でもするから。偉いよ、そんな。けなげだね。なんだか俺泣けてきちゃったよ。グレタのためにも、ヒューブのことなんとかしなくちゃな。難しいよね、でも。とりあえずね、コンラッドに話を聞くのが一番いいと思うんだよね。廊下の方から何か話し合う声が。ですが、兄上。ウォルフラム？あとは誰だろう。おお、お前に聞いているのではない。コンラッドどうなんだ？グエンダルにコンラッド？兄弟揃って何の話だ？いくら魔法陛下の望みとはいえ、あの男を再びこの国に入れることになるとは。あの男は何をしたのか忘れたわけではあるまい。いや、お前が忘れるはずもないな。あの男のために多くの者が死んだ。スサナ・ジュリアもだ。ジュリアさん、ちょっとこれちょっと作画が良くないな。もうちょっといい綺麗な作画でいてほしかった。今いい話してるのに。その罪は許されることはない。彼は20年放浪の旅を続けてきた。
名誉もなく絶望を抱えての旅がどんなものだったのか、あの姿を見ればわかる。奴を許すと？俺が許せないのは陛下に剣を向けたことだ。この後、二度と彼を陛下に近づけさせるつもりはない。ラット本当にいいイケメンよな、考え方といい。このラットヒューブの事件はジュリアさんも関係しているのか。何度か名前を聞いた、このラットの。よし、みんなの話を聞いてみよう。聞くの？みんなの話を聞いてみようって言ってさ、これコンラッドの部屋行けちゃうのは大丈夫なの？直接聞くことになっちゃうけどいいの？これ親陛下、散歩ですか？見せないんだよな、さっきみたいな顔。さすがというか水臭いよな。何ですか？なんでもない。コンラッドは何をしてたの？いえ別に、ちょっと考え事をしていただけです。考え事ってヒューブのこと？罪、このぐらいなんかのニュアンスの方がいいんじゃない？20年前の島国ってどんな感じだったのっていうニュアンスで話を聞いた方がいい感じがすると思うけど。歴史はギュンターが教えてくれます。失敗しちゃったし、これもし間違ったりしたら俺が叱られてしまいますよ。申し訳ありません、少し仕事が。この辺でして、どうも逃げ切らない感じだな。ちょっと遠回しすぎたかな、聞き方が。嘘。チェリー様いないの？いないわ。待って、でも行けるさとこ、あとボルフのとこだっけぽいよね。ボルフはさ、教えてはくれそうだけど、どうだろうね。どうした、ユーリ。お、ちょうどボルフラムを探したんだよ。なんだ、嬉しいこと言うじゃないか。いや、ちょっと聞きたいことがあってさ。ああ、いいぞ。答えられることなら何でも答えてやろう。ヒューブのことなんだけど。ほら。何、同じなんだ、選択肢。あえて同じので言ってみる。人間の国と戦争をしていた。たくさんの者が死んでしまった。それ以上の詳しいことはギュンターに聞くなり、図書室で調べるなりしろ。いや、俺字まで読めないし。もういいか、悪いが用事。なんかみんな冷たい。お前のようにいつもふらふらと暇ではない。なんであからさまに隠しやがって。よっぽど嫌な思い出なんだな、クソ。これはもうギュンターじゃない？ギュンギュンは絶対に教えてくれるって。こんなんだった？ちょっとアニメのさ、あれ覚えてないからあれなんだけどさ、ここまで。こんな辛い感じだった、みんな。なんかその、距離置かれるというか。あ、グエンダル。グエンは厳しいな。機嫌の悪さを隠す気もないな。すごいストレートな表現。一体何のようだ？いや。こっちもストレートに聞くぞ。もうこれにしよう。なぜそのようなこと？ヒューブのことが気になってさ、20年前に何があったんだろうと思ってね。その頃の神話国は戦争の最中だ。戦争。その首飾りは？まあこれ、コンラートがくれたんだけど、それはもともとスザナ・ジュリアが持っていたものだ。フォン・ウィン・コット卿スザナ・ジュリア。十貴族の出で母上、アニシナと並んで神話国三大魔女に数えられる。白のジュリア、誰からも愛されていた。コナートからも？さあな。二人の間のことなど知らん。しかし彼女が死んでからの20年間、コナートがその首飾りを避けていたのは事実だ。じゃあやっぱりそれってそういうことなのかな？しかし、ジュリアの婚約者はアーダルベルトだった。アーダルベルト。そうなんだよな。あれ、もしかして三角関係？ヒルメロの世界？今から20年ほど前、神魔国はとても危険な状態に陥っていた。
件って？人間の国大島論との戦争が激化していたのだ。停戦には持ち込んだが、それは多大な犠牲の上に生まれたものだ。もしかしてジュリアさんもその時、そうだ、そうしてこの原因を作ったのはゲーゲンヒューバー。その原因は何だったの？その当時は母上が魔王として統治していた。しかし実際は母上の兄のストフェルがもうストフェルダメなのよ。ストフェルといえば出てこないね。奴は権力の執着のみで権力者としての力量のない無能な男だった。まあそうだね。その采配は国を混乱へ、戦争拡大の道をたどらせた。あの時もそうだ。ゲーゲンヒューバーの申し出に奴がうなずかなければ。いや、イケメンだよ、ヒューブ。アイコンもかっこいい。ほら、何これ。前回か前々回ぐらいのパートでさ、どうでもいい不細工な人のさ、ドアップあったから嫌だったけど、ヒューブのドアップはいいね。ですから、この国に逃げ込んだ奴らの中に、密偵として情報を流す者がいるのです。でなければ我々魔族が人間などにこうも押されはしません。その人間たちをかばっている裏切り者たちもいるのです。人間の血が半分流れている者たち。彼らの忠誠心し、そんなこと言ったの、ヒューブ。それはダメだよ。何それ。それってコンラッドみたいな。そうだ。人間と魔族の間に生まれた者たちのことだ。なんでそんなこと言うんだよ。コンラッドは誰よりも島君のこと考えてるだろ。ほんとね。だが純粋な魔族であるゲーゲンヒューバーはそうは思わなかった。ストッフェルもな。いや、もうクソだよね、ほんとに。アホや魔王として市場を交えるわけにはいかなかった。私が遠征中でギュンターの意見は全て握りつく。ギュンギュン。それで？かっこいい。でもちょっと、作画がさ、コーナーとは自身と同じ立場の者たちの潔白と忠誠心を証明しなければならなかった。その者たちを率いて自ら出向いたんだ。生きて帰れるとは思えない最前線に。コンラートのように人間と魔族などに生まれた者や亡命してきた人間たちによる部隊。その隊はルッテンベルク師団と名付けられた。ルッテンベルクの獅子、そういうことね。その戦いでコンラートが勝ち得た異名だ。その戦いは、なーにこれ、なんでも極め敵味方とも生き残った者はほとんどいない。コンラート自ら瀕死の重傷を負った。しかしその戦いで奇跡的に勝利を収めたことで島国が救われた。だが何かあったんだ。ゲーゲンヒューバーの部隊が、何それ、こう焦って予定にない行動を取ったのだ。ヒューブの部隊がコンラートよりも大きな手柄を求めたのだ。あいつは欲を出し、そのため国内の警備が手薄になり、それで国境の町が奇襲を受けた。そこへ派遣されたのがスサナジュリアの部隊。きつくない？スサナジュリアの部隊をさ、そこに出したさ、のマジでさ、ちょっとセンスないよね。その誰、ストッフェルが悪いの？これもなんかセンスないね。副官としてギーゼラもいたはずだ。壊滅状態の町でジュリアは傷ついた人たちを助けるために自分の魔力で全てを使って、かわいい、ジュリア。これ大丈夫、すぐに良くなるから。ジュリア、無茶です。これ以上魔力を使えばあなたが。私は平気よ。ありがとう、ギーゼラ。大丈夫よ、さ。まだ多くの負傷者が待って。もう最悪。その悲劇の責任はあのゲーゲンヒューバーにある。貴族ということで極刑は免れたが、魔笛探索という名目で追放となったね。これを聞いちゃうとね、なんとも言えないよね。なんかもう、私の中でもうさ、魔王の初期の頃よりもなんか中盤ぐらいからの楽しい感じの話が好きだったから、ヒューブってもうなんか味方って感じのイメージだと、なんかニコラと一緒に幸せな子育てみたいな。そっか、こんなだったか、彼。あ、このゆうちゃんいいね。20年前の事件。あ、ダルベルトが言ってた通りだったな。少し風に当たりたいな。
難しいよね。だからって言ってヒューブをさ、この国に入れないわけにもいかないじゃない。なんかニコラとグレタのことを思うとね。ん、誰かいる。こんな深夜に散歩か。グエンダル、そんなに暇なら申請書類の一つでも片付けてもらいたいものだ。なんだ、いつもの威勢の良さはどうした。昼間の話のことか。ごめん、いろいろ聞いちゃってさ。なぜ謝る必要がある。仮にもお前は王だ。国が行った過ちをお前は知らなければならない。俺、ヒューボを助けたいってだけでコナドたちの気持ちを考えてなかった。サザナジュリアのことか。コナドの恋人だったのかな。同志みたいなものだとコナドは口にしていたのを聞いたことがある。同志か。とにかく大切な人だったんだよね。多くの命が失われた。こうに焦ったやつの責任だ。やつを助けたことが間違いだったと悟ったか。それでもそうは思わないんだ。みんなには申し訳ない気もあるけど、そりゃいきなり襲われたし、下手したら仲間怪我してたかもしれないけど、グレタに優しくしてあげたり、ニコラと愛し合っちゃったり、そういう話を聞くとさ、そんなに悪いやつと思えなくて。そりゃ昔のことはよく知らないんだけど、どうだかな。確かに奴が人間と仲良くしているところなど想像もつかなかったものだが、そうだろう。でもみんなの許せないって気持ちもわかるんだ。だから、ん？何？なんだよ、いきなり突き飛ばしたりして。下がっておとなしくしていろ。アニメーションにびっくりしたし、そっか、ヒューブそうだ襲ってきたね。そういえばね、戦っている相手はヒューブ。この時ヒューブこんなね服着てなかったよ。なんかもっとやつれた服だったよ。さっきアニメーション的にもね。あんたさっきまで生死の境をさまよってたろ。なんでまた襲ってくるわけ。ゲーゲンヒューバー、貴様何を考えている。ぜーじゃないのよ、ぜーじゃ。そんな病み上がりの体で自暴自棄に終わったか、ゲーゲンヒューバー。さあ、もはや依存はあるまい。ちょっと待ってくれよ。この男は一度は助けてやった恩義も忘れ、二度もお前の命を狙った。このまま生かしておいては。そうだね。そんな何か言い残すことはあるかも、ゲーゲンヒューバー。コンボルテール卿、魔王陛下、俺、その総国のお姿を見ればわかります。先日はこの身を助けいただきもったいなく思います。あ、いや、いいっていいって、大したことできなかったし。しかし私は私欲のため魔王陛下に剣を向けたのです。どうか許すことなどなさらず。私欲って、切られるためです。ああすれば護衛は全力を持って私を切るでしょう。なんでそんなことを。私は死にたかったのです。スブレラの牢屋の地下で座り続けているうちに気づきました。やはり私はあの時の罪から許されずにいると。しかし自ら命を絶とうとすると夢に女性の姿が映るのです。まだ死んではいけないと私に言うのです。夢に女性の姿。自分で身を処することもできぬ私は、卑怯にも他人に切られることを望みました。悪党の用心棒となり、自分を切り捨ててくれる剣豪の出現を待っていました。そんな折、陛下と共に縁深き者たちが現れた時、これが運命だと思いました。ここで死ぬのが運命だと。しかし陛下に助けられ、こうしてまた汚れた身を晒す始末。お願いするフォンボルテール卿、年を切ってくれ。ダメだそんなこと。そうね、ダメよ。そんなね、死にたいっていうのはもうダメよ。もはやため合う理由もないだろう。ダメだダメだダメだ、許さないぞ。勝手なことばっかり言うなよな。
ニコラのことはどうするんだよ。生まれてくる子供のことはどうするんだよ。私には彼女を幸せにすることなどできません。この罪を抱えたまま幸せになるなど、虫が良すぎる話です。彼女お願いします。お願いしますは勝手よ、本当に。よくわかった。グレンダル?ゲーゲンヒューバー、その未練断ち切ってやろう。後のことは頼む。ダメだ、グエンダル。ダメだって。つら。覚悟しろ、ゲーゲンヒューバー。おい、グエンダル。あ、よかった。グレタ、ナイスタイミングよね。グレタ。ヒューバーをいじめるな。どけ。そいつは許されない罪を犯したのだ。グレタもそうだもん。グレタだってユーリを殺そうとしたんだよ。グレタ、嘘ついて勝手な理由で刺そうとしたんだよ。今でも思い出すと涙が出るよ。辛くて恥ずかしくて消えちゃいたくなる。だけどユーリは怒らないんだよ。グレタが悪いなんて一度も言わないんだよ。嫌いだなんて絶対絶対言わないんだよ。好きだって言ってくれるの。可愛いって。そのためになんて悪いことしたんだろうって泣きそうになる。でもユーリといると嬉しくて、ユーリのそばにずっといたいって思うの。そしてユーリのために何かできることをと思うの。ヒューブも。グレータ。ヒューブはダメだよ。ヒューブは悪いことをしてそれが苦しくて、自分でも許せなくて逃げたいと思ってるんだよね。グレータと同じ。でもヒューブがいなくなったらニコラはどうなるの?赤ちゃんは?ヒューブだって本当は一緒にいたいんだよね。いなくなったらまた謝らなきゃいけないこと増えちゃうよ。ねえ、グレータめっちゃいいこと言う。何歳だっけ、グレータね。そんな若い子に見えない。みんな一緒、みんなに一生懸命謝ろうよ。それで生きてよ。いつかみんなにも許し、ん?みんなも許してくれるから、ユーリはきっと許してくれるよ。そしたら一緒に頑張ろうよ。みんなのためにできることを。ねえ、めっちゃグレータいい。ありがとう、グレータ。な、グエンダル。なんだ。俺はヒューブのことを許すよ。ゲーゲンヒューバーがその娘と同じように素直になるとでも言うのか。ああ、グレタの思いもニコラのことも、ちゃんとヒューブには届いてるよ。甘いことを、俺は信じる。グリーゼラ教ゲーゲンヒューバー。陛下。ヒューブに与えられた罪は魔笛探索のために出ることだった。そうだ。20年かけてヒューブは魔笛を見つけた。そして今この城にある。あんたはちゃんと役目を果たしたんだ。もういいんだよ。しかし陛下、陛下に剣を向けたことは、グリーゼラ教ゲーゲンヒューバー、魔法陛下が許されたのだ。二度も同じことを言わせるつもりか。思うことがあるのなら、忠義を尽くすことで答えろ。ヒューブ、ええー。いや、ここはニコラだな。うん。あんたのことずっと思ってたんだ。そばにいてくれたんだよ。ありがとうございます。陛下に忠誠を誓う。だからこれからのこの後のヒューブをね、私は好きなのよ。そうそうそう、ちょっとギュンタちょっとワンテンポ遅いよね。お、この声はギュンタ。陛下、何かありましたか。陛下、もう終わったよ。ギュンタ、みんななんとかうまい具合にね。ああ、よかったね。え、これよくない？ヒューブ、マジイケメン。ニコラ、起きたらあなたがいなくて、私心配で。心配かけてすまなかった。いいの、私はあなたと一緒にいたいの。ニコラも喜んでる。これでよかったんだ。この後、グエンダルの話を聞きました。よかったですね、陛下。あのさ、コンラッドはこれでよかった？昔のことをですね、グエンダルから聞いたのでしょう。ごめん。気にしないでください。いつか俺からユリに話そうと思ってたんです。ジュリアとの思い出を。うん、聞きたいよ。はい、いつか必ず。ユリありがとう。ニコーラ、スベレラでも、今回のことでもユリに助けられてばっかりね。いやいや、そんな。ユーリならきっと立派な王様になれるわ。神魔国歴代で一番の王様に。
そうかな、頑張るよ。え、ちょ、どうしちゃったの、ニコラ。あ、生まれるよ、これは。生まれる。どうしよう、どうしたらいいの、ギュンタ。え、あ、何も私には経験がなく、グエンダル、あなたはあるわけがないだろう、ほんとね。僕だってない。いたの大丈夫、そうすぐには生まれませんから。なんで余裕なの、コンラッド。前にも一度このような事態に遭遇したことが。どいてどいて。落ち着いてください。ギーゼラさん。本当にこういう時男の方はダメですね。ギーゼラ少しアニシナにできたのではないか。いやね。それは光栄ですわ、かっか。さあ、そこをどいてください。部屋を暖かくして、お湯と清潔な布の準備を。いいね、ドリアとかラザニアとかいてよかったね。男の人は彼女を部屋に運ぶの手伝って。びっくりした。まあね、ギゼラは別名軍曹だもんね。すごいタイミングで生まれたよね。元気な男の子でしたよ。とっても可愛かったよ。顔はニコラに出た。じゃあ可愛いね。そっか、よかった。後で俺も見に行っていいかな。うん、ユーリにもぜひ見てほしいって言ってたよ。あ、わかった。いろいろあった気がするけど、これなんとか大団円。ねえ、ユーリ。ん？何グレタ？あの子は家族みんなで一緒に暮らせるんだよね。ああ。よかった。ユーリのおかげだね。そっか。そうだ。まだ大団円じゃないぞ。解決せないことがある。ギュンタ。何でしょうか、陛下。頼みがあるんだ。グレタ、俺の養女にしたい。ユーリ？な、いいだろ。今さら暗殺者だからとか言うなよな。グレタに寂しい思いをさせたくないんだ。ユーリ、陛下、そうは申されましても難しい事情もあるかと。は？なんでダメなわけ？グレタが人間だから幼女にはできないっての？いいえ、そういうわけではありません。彼女の身元が問題なのです。身元って？彼女はゾラシア皇室の生き残りです。え？数年前隣国との戦争で滅ぼされた国です。ゾラシアにはスベレラの王女イズラ姫が嫁いでいたのです。イズラ姫は自分の娘を兄の国王夫妻に養女として出したと聞いています。ほんほんほん。おそらく国の危機を察し、娘だけでも生き延びてほしいと送り出したのでしょう。でもそのおじさんたちはグレタを全然構ってやらなかったんだよ。それが寂しくてグレタはあの無茶を。しかし、滅んだとは一国の王女。政治的なことを考えると。なんだよそれ。グレタはまだこんなに小さいんだよ。政治なんかこの子には関係ない。いえ、しかし。ギュンタ。可愛い娘もできて、陛下はますます島子のために頑張ろうって気になってる。この国にとってはいいことじゃないか。うん、頑張るよ。俺何でもする。頼むよ、ギュンタ。ね、私もしてほしいんだけど、じゃあ養子とかに。それほどのお覚悟。このギュンタ、感動いたしました。これほど美しい愛の形があるでしょうか。わかりました。早速正式な手続きをいたしましょう。ユーリ、グレタここにいられるの？そうだよ、グレタうちの子だ。話はまとまったな。よし、すぐお披露目用の衣装を手配するぞ。この僕自らが魔王の娘として恥ずかしくない衣装を選んでやるからな。そういうんだね、ボルフ。まあそうよね。まあ子供好きだったとは知らなかったな。ユーリがグレタの父親になるなら、婚約者である僕もいずれは父親になるということだ。娘を可愛がって何が悪い。なんで父親が二人？いや、そうじゃなくて、なんか根本的に間違ってるよ。まあまあ、ユーリ、これで大団円というところかな。かな。よかったね、グレタね。これで大団円だ。ああ、よかったね。さあ、そろそろ寝るか。と、その前に、扉に厳重に鍵をかけて、こうしておかないと勝手にその布団に入って寝るやつがいるからな。寝るか。さて、ベッドに入って、いるんじゃないの？あ、いないの？あら、ジュリア、このドレスはどうかしら。手触りはいいですね。
でも私はいつもの制服の方が動きやすくて好きなのですが。ダメよ。あなたは新魔国一の花嫁衣装を見立ててあげたいの。やっぱりこっちもいいわね。ありがとうございます。またもとうとう結婚するのね。こんなに優しくて綺麗な花嫁をもらうアーダルベルトは幸せ者ね。私の方こそ家同士の決めた結婚だけど、アーダルベルトは優しくしてくれますから。でもアーダルベルトにはもったいないよね。ジュリアはね、こんな可愛いのに。そのようね。あの武骨なフォン・グランツ卿があなたの前では借りてきた猫のようにおとなしいね。そもの、そこ見たいんだけど。あら、どなたかしら。あ、来たわね。私が呼んだのよ、ジュリア。かっこいい。聞いたことのない声。見立てに殿方の意見を聞きたいと思って私の息子を呼んだのよ。次男のコンラート、軍の用事とか言って全然城に寄りつかないんだから。申し訳ありません、母上。はじめまして、フォン・ウィンコット卿スザナ・ジュリア。はじめまして、ウェアラ卿。お手を失礼します。今は無理でも、きっといつかみんなが心穏やかに暮らせる日が来るわ。魔族も人間も。ええ、そんな垣根を越えてみんなが幸せになれる時代がきっと来るから。信じて、コンラッド。コンラートはやっぱね、ジュリアとのが似合ってるよね。そんなジュリアの夢。なんだか目が覚めちゃった。少し城内を散歩しようかな。よし。ということでですね。コンラートのとこ行けるね。はい、今回これで終わりたいと思います。まあなんかあれだよね。今4章でしょ。多分もう4章も終わるんじゃないかなって。はい。今日はこれで終わりたいと思います。バイバイ。